はい、どうも、Bレジェンド鍵谷です。本日はですね、じゃじゃん、皆さんご存知、Bレジェンド腹筋ローラーを使ってですね、腹筋ローラーやってみたいと思います。はい、では早速やってみましょう。よし、では行きます。やば、映ってねえな。もちろん膝コロ、立ちコロができればいいんですが、立ちコロめちゃくちゃ負荷強いので、めちゃめちゃ効きます。おすすめです。ただやっぱり腹筋ローラー腰痛めるケースも結構多くて、僕ねあんまりビャーって伸びきってなかったでしょ。ちょっとなんか8割ぐらいでいってたと思うんですが、あんまり頑張って伸びようとすると潰れちゃうし、あと体が反っちゃうんで腰への負担が大きくなります。だから、まあ、別にね最後まで行くことが目的じゃなくて腹筋に効かせることが目的なので、まあ、7割ぐらいで止まってもいいんじゃないかなと思います。で、行けなければ膝ついてね、膝コロ、これがいいと思います。で、こういったものが、まあ、100均とかで売ってるので、こういうものを膝の下に敷いてねやってもらうといいんじゃないかなと思います。で、膝コロをまず今立ちコロできる人だったら立ちコロでやって追い込み切ってから、まあ、インナーバルあまり挟まずにね、これ膝コロやるともう5分もあればもうアウトです。もう何もできません。で、こんな感じで、で、膝コロは少し立ちコロよりも腰への負担は軽いので、ちょっとね行ってもいいかなと思いますが、これもくれぐれも気をつけてください。そんなに向きになってやる必要はありません。で、立ちコロでもそうですし膝コロでもそうなんですが、最後まで行ききらなくても、例えばここの部分でね、奥の部分で、やったり、この縮み切る直前でやったりすることで効く部位が変わります。今やってるこの縮み切るところでやると腹筋の上部の方に入ります。で、あと肩にもすごく入ります。で、端っこを奥でこうやってやるとですね、逆に腹筋の下部下の方に効きます。こういう風に例えばこうやってね、膝コロ何セットもやって何レップもやってる中でだいぶ効いてきたなと思うんだけど、もう少し上部に効いてないなと思ったら、もう限界まで来たら、このね、この半分ぐらいのパーシャル、半分ぐらいのパーシャルやると腹筋の上部に強烈にさらに追い込んで入れることができますし、下部が足りないなと思ったら、この奥のね、この部分だけをやると、よいしょ、下部にね、最後効かせることができるので、まあ、そういうアレンジもしながらやってみてください。で、まあ、特にね、立ちコロだったらそんなにどんどんできないと思うんですけど、膝コロだったら結構できると思うので、こういうふうにテンポよく、リズムよくすることで、しっかりとね、効かせることができます。解説しながらはしんどいですね。まあ、こういう感じでやってみてください。で、結構ね、三頭とか肩とかにも入りますからね、腹筋もそうなんですけど、で、まあ、くれぐれも腰をね、
腰を痛めないように気をつけてください。無理すると本当腰への負担もかなり大きいですからね。でこれも伸ばしきってると結構胸にもね入ったりします。この辺りで、この辺りで胸にも入りますからね。なあしんどい。もうこれぐらいでいいかな。はい、ということで、腹筋ローラーやってみました。かなり効きました。はい。